いらっしゃい。それじゃあね。あれ？なんだ、また君なんだ。昨日もいたけど、この辺りに用でもあるの？
あいつらに絡まれた場所だけど、たぶん、うん、声をかけられたのは駅前なんだけど、その前あたりからつけられてたのは感じてたし。そうね、最近そこそこ見かける感じ。なんでもお気に入りのダンスクラブがあるらしいけど、まあ昨日助けてもらった何を調べてるのか知らないけど、せいぜい感謝しなさいよね。
方ないな。任せろ。ゲーセンか。ちょっと遊んでく？ったく、あくまで聞き込み目当てだっての。おい、坊主ども。さっきからそっちの路地を覗き込んでいるようだが、何か？いや、用事っつほどのもんでも。ならやめておけ。跳ねっ返りどもが最近出入りしてるからな。巻き込まれたくなけりゃよそで遊ぶといい。なんだよこのおじさん。兄貴、親父がお呼びです。そろそろ。ああ、今行く。そんじゃ学生は学生。うん、お前え？いや、なんでもない。忠告はしたぞ。学生らしくよそで遊びな。
方ないな。すんません。やべえ。まだしも。そこどいてくれる。僕らちょうど帰ろう。24時間のセキュリティサービスと契約しててね。僕らに指一本でも触れたら警備会社が踏み込んでくるよ。あんたらの顔もサーバーにアップ済み。勇気、挑発すんな。よう、邪魔するぜ。あんたは。へえ。
面倒な場面に出くわしちまったらしい。やれやれ、秋のやつもいないらしいな。当てが外れた。お前らもとっととか。なんだ、文句あんのかよ。ほら行くぞ。ああ、そんじゃバイバイ。無事に出られたか。すんません先輩、昨日に続いて。あ、ちょ、時坂っつったな。どういうつもりだ。あんな場所に一年坊を連れて首を突っ込んでるとは。いや、返す言葉もない。ちょっとちょっと、それはお門違いじゃん。ちなみに先輩は止めたけど。すげえ力だな。しかしやっぱり先輩もブレイズをいろいろ探ってる。一体どういう関係なんすか。今のブレイズのリーダーは秋広だが、どうやら1年半前まではカズマって人と。お前らには関係ねえ。とにかくこれ以上首を突っ込む。さもなきゃそのうち取り返しのつかねえことに。あんたもだよ、シオさん。お前は。久しぶりじゃねえか、シオ。最近何やらいろいろと嗅ぎ回ってるみてえだが。俺のブレイズに。なんか用でもあんのかよ。こいつが復活したブレイズのリーダー。おいおい、ちょっと目がいってない。用なんざあるに決まってるだろ。一体お前らはブレイズは何をやっている。終わっちまった炎にわざわざ火をつけるどころか、最悪な代物に手を出して黒い炎へと変えやがった。答えろアキ、どういうつもりだ。懐かしい呼び名だ。だがもうあんたにはその名前で呼ばれたがね、負け犬のあんたにはな。タブレット、せっかくだからあんたに見せてやるよ、俺たち新生ブレイズに。この力は。話くらいは聞いてやるよ。そんじゃ。じゃあな、塩さんよ。どうすんのさ。あの野郎は後だ。とにかく先輩を助けね。ヒラギ、ソラ、ナイスタイミングだ。ゲート、何があったんですか。何がも何も。人が取り込まれたのね。話は後で聞くわ。とにかくと、ああ、
前だ。超えたみたいだ。シュート、シュート、ほんと何でもありだね。果汁の呪詛なるべく避けて進みましょう。仕方ないな。行け、ここだ。強敵よ、気をつけて行くわよ。こうにノーマッサボハッハッブリザードピア、シュート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 ハッ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 ブリザードピア、シュートシュートハッシュートハッシュートシュートハッシュートハッ。まだまだ行くよ。宝箱じゃん。
リザードピアス。お宝ゲット。まだまだいけるぜ。
できません。俺らに任せて。
まだいけるぜ。なんとかなったか。かなりの相手でしたけど。ざまあ見ろってね。寄りやがったのか。元に戻るわ。戻ってきたか。って、ここは？記念公園の一角みたいですけど。なんで蓬莱町からここまで移動してるのさ。どうやら地脈の揺らぎの影響を受けたみたいね。出現座標の変化、そう珍しいことじゃないわ。そういうも。さてと、説明してもらおうか。さっきの場所に化け物ども、どうやら一通りのことをお前らは知っている。洗いざらい喋ってもらおうか。高畑先輩。まあそうなるよね。疑問はわかりますが。ちょっと待て、ヒラギ。イレイズ。何のつもり。聞いてないのか。よくわからんが、力ずくのつもりはねえ。ただ俺は知りたい。秋広や他のメンバーに一体ブレイズを束ねていた元。やっぱりそうだったんすか。ま、状況を考えたら予測はして。いいでしょう。必要最低限にはなりますが。いかいか。いきなりは信じられないかもしれませんが。ま、あの世界を目撃したらある程度は実感できるんじゃない。今回気になるとしたら、あの秋広ってやつが自分でいかいかを起こしたことだ。ヒラギ、そんなことが可能なのか。可能性はゼロじゃない。ごく稀に
異界に迷い込んだ人間がある種の力を手に入れ、それらは大抵の場合異界の力に見入られて、ブレイズリーダー乾明宏、そいつは、あいつが噛み砕いたオレンジ色のタブ、ブレイズが暴力事件を起こしたいくつかの現場で見つけたものよ。おそらく異界に関わる何らかの危険な素材を調合した異界ドラッグとでも言うべきものでしょう。なるほど、言えて妙だね。ち、関わってるどころか真っ黒だったわけか。それだけ分かれば。ちょ、待ってくれ。この上まだ関わるつもりですか。昔の仲間が得体の知れないドラッグなんぞ、そんな話を聞いてケツまくったらあいつに顔向けできねえからな。それって、教えてくれて助かった。お前らもあんまり無茶はするんじゃねえぞ。やれやれ、頑固っていうか体育会系極まれりっていうか。でもちょっと気持ちはわかるかも。私たちでなんとか力になれないんでしょうか。どうやらいろいろとこだわってるものがあるみたいだ。俺たちは俺たちで。ええ、かなり状況も整理できたわ。明日はブレイズの動向も含めて今後の方針を固めましょう。昔の仲間が得体の知れないドラッグ、そんな話を聞いてケツまくったらあいつに顔向けできねえからな。